今回の動画は、テールスモークをかけていきたいと思います。こちらに今、車体から取り外したテールレンズがあります。車種は、ジャガーの F-Pace。 こちらがテールになりますが、今はこのような色味です。よく見ると、ここにジャガーがいるんですが、わかりますか？ということで、こちらをスモークをかける前に、この状態だと、配線部に塗装がかかってしまうので、まずはマスキングからです。マスキングしていきたいと思います。それではここから足付けしていきます。ボディでは、お客様にスモークの濃さを、ご理解いただけるように、3段階分けて塗り分けてあります。こちらがサンプルになります。こちらが、今何もしてないクリアな状態ですね。次に1段階濃いもの、もう1段階濃いもの、さらにもう1段階濃いもの、3段階ご用意してあります。こちらを見ていただき、濃さを決めていただければと思います。